違いますよね。みんなは落ちこぼれなんかじゃありませんよね。おい、みんな、もう一度だけ聞く。本当にやる気がねえのか。第一種目棒倒し、各校の入場です。あいつも無謀よね。うちの学校に勝てるわけもないのに。お腹すった。まさか熱中症とかじゃないでしょうね。本当にお腹が減ってるだけなのね。短髪はここで何してるの？トーマの応援？なんで私があんなやつの応援なんかしなくちゃならないわけ？だいたいどっちの学校が勝つか賭けしてんの？どうせ私が勝つに決まってんだから。あれ？勝っちゃったらどうしよう。何でも言うこと聞く。あ、トーマだ！まさかマジで勝ちに行く気なわけ？あいつ、私に勝って何を要求する気なの？よい、吐け！